はい、さぬきや緑兵衛です。ですね、ちょっと、これはね、11月かな、10月やったかな、11月ですね、11月の、愛媛の交換会、盆栽の交換会で仕入れてきた品物1ケース、一山いくらっちゅうかね、で買ってきたんですけど、結構いい品が入ってたんで、このケース紹介してまいきますね。同じ生産者さん、同じ作り屋さんだと思いますね。はい、心拍ね、発祥からしてね、どうやら糸魚川のようですけどね。はいね、面白いですね、形がですね。で、作りがですからよく似てますけど、1位ですね、1位ね。よくオスですかメスですかっていう質問が来るんですけど、まあ正直ね、分かんないのが多いですね。時々ちゃんと、花の時期だったらね、花がついててオス花メス花分かる時ありますけどね。はい、まああまりね、そういう身にこだわらない方も多いですからね。ね、薬薬になるんでね、身がね、それを取られる方は必然的に身をこだわるでしょうけどね。温故ってね、呼ばれる、温故セラピーなんて、その名前を名前にしてる会社もあるぐらいですからね。はい、うん、よく動いてね、半圏外、化粧鉢に入れてます。で、表面ね、綺麗な土ですけど、まあ化粧砂やと思ってください。実際にはポット素材だったんでね、角度も少し変えてですね、不要枝もある程度取ってます。まだまだね、取らなあかん枝はあると思いますけど、まあそういう形にしても、あくまで素材としてお求めください。ヤフオクで全部出していきますからね。1位がですね、1位がいくつも入ってます。1位最近ね、人気なんですよね。出すとヤフオクに出品すると結構すぐ売れてしまいますね。はい、まあよく似た作りなんで、あとはもう好みの樹形でね、お選びいただけたらと思います。1位が一番多いのかな、1位が一番多いのかな、今回入ってきた中では。あ、これいいですね、この形私は好きですけどね。この辺のが見やすいかな。はい、もともとは、五葉松、赤石のね、五葉松を専門に作られている生産者さん、作り屋さんですけどね。もうすべて撮影してますんでね、今日撮影しちゃったんで、今日から早かったら夕方から出品していきますね。今日が、1月の17日かな。ですから、20日以降の終了かな、21、22あたりの終了で出していきますね。赤石はね、この木梨が黒松の産地に対して、赤石は五葉松の産地、はい、これが赤石五葉松ですね、なんですけど、結構早くからですね、商品、やっぱりね、作り方が多少こう木梨の黒松とは違うんで、結構早くから住宅事情のこう、なんていうんですか、変化、時勢の変化に合わせてですね、早くから商品を手掛けてる生産者の方がたくさんいらっしゃいますから、結構商品サイズのですね、いい品物が揃います。もう木梨国分寺はもう限られた方しか作られてないんでね、どうしても、樹種も、樹種ってまあほとんど黒松ですからね、結構この赤石では意識、皆さん意識されて違う樹種もね、結構取り入れられてますよね。はい、赤石はこれ波状もいいですね。あ、1位が1つ残ってました。ちょっと、なんていうんですかね、枝数は少ないですけど、骨はいいですね、幹の形いいですよね、
角度もうちょっと上の方が分かりやすいかな、うん、今日は寒いですね。棚場の、ちょっと日陰になるところはもう凍ってますよね。はい、こういう樹形ですね。こんな感じです。はい、あと赤松ね、赤松よいしょ、面白いですよこの赤松も、これぐらいが正面かな。これもちょっとね角度を変えて植え付けたんですけど、よいしょ。ですから根鉢はねちょっとあのほぐれてないですよ。生産者さんからもらったままで、単にうちで化粧箱に化粧鉢に入れ替えて上から化粧砂を落としてるだけですからね、まあ、出品説明ではその旨は書いてますけど、ですから基本は植え替えが必要だと思ってくださいね。まあ、それがねまた皆さんの楽しみですからね、植え替えるのがね。あ、もうちょっと置いて次の持ってこようかな。はい、これも赤松です。ちょっと小ぶりですね。まあ、小ぶりということはお値段もねお安いで、曲もね面白い曲がついてますよね。どうだこっちかな、カメラレンズ。はい、こんな感じで曲が綺麗に。まあ鉢はね四日市の塗り鉢ですけどね。まあ五葉松の産地ですけど、当然ですけど黒松も作りますよね。はいね、こういう商品は意外に木梨国分寺よりかはこの愛媛行った方が、入手しやすかったりしますね。はい、黒松またね最近人気ですからね。もうあの黒松は出品説明でも注意書きに入れますけど、全部剥がり、はい、あのどうしてもね形を見るのに、あと不要枝を抜いたりするのにこうイメージもしにくいんでね、全部一応剥がりしてます。はい、まあ黒松なんでね、この葉はねまた毎年毎年新しい葉を使っていくわけなんで、あんまり気にされませんよね。気にされる方は気にされるんで、一応剥がり品ですということの、注意書きを出品説明の方に入れてます、私どもはね。まあ、パッと見ね、あの単葉やな短い葉やな思って買われるお客さんもいらっしゃってね、中には誤解を受けることもあるんで、私どもは剥がりしたものとかこれされてるんですよ、ここでうちに来るときにね、うちに来てするものもありますけどね。はい、いいですよね。太いだいぶ年数経ってますよ。15、6、7ぐらい経ってんちゃいます。21はちょっと大げさかな、いやー言ってるかもしれんですね。ラスト、僕が一番今回入ってきた中ではこれが好きだったんですけどね。私が好きでもお客さんの好きとは限らない、ね、ちょっとまあタコ盆栽って言われたらタコ盆栽かもしれないですけど、これぐらい動いた方がやっぱり面白いですよね。はい、なんか文人のくせ者みたいな感じね、うん、私はこれが好みなんですけど。はい、以上です。ヤフオクでガンガン出していきます。